皆さんこんにちは。占い館ルーチェ所属占い師の愛です。本日も明日の3択占い、サクッとワンポイントアドバイスをしていきたいと思います。本日も、BGM は私の歌を使用しておりますので、そちらの方もぜひお楽しみください。では左側の青いバラのカード、真ん中の赤いバラのカード、右側の紫のバラのカード、お好きなカードを直感で1枚お選びください。はい、選べましたでしょうか。では左側の青いバラのカードから見ていきましょう。はい、ザ・ハイプリンスです。女教皇の聖地が出ました。明日ですね、とても冷静で客観的に物事を見つめられますので、はい、お仕事におきましてもですね、冷静に判断して進めていきましょう。またですね、直感が冴え渡っていますので、ご自身が感じたことを信じてそのまま進んでいくと良さそうです。はい、恋愛におきましても、外見ではなく中身で判断することができますので、ご自身の感じたことを信じて、進んでいくととてもいい方向に進んでいきそうです。では次に真ん中の赤いバラのカードを見ていきましょう。はい、ザ・キャリオット、戦車の聖地が出ました。はい、明日ですね、とても行動的になれる、積極的に動いていける、そんなエネルギーのある状態になりますので、はい、そうですね、お仕事におきましても、こう熱意で周りを動かすようなですね、そんな状態にあります。はい、どんどんですね、積極的に進んでいきましょう。はい、恋愛においてもですね、その情熱をこう相手に伝えてですね、どんどんこう関係を進めていくととても良さそうです。では最後に右側の紫のバラのカードを見ていきましょう。はい、ザ・スター、星の逆位置が出ました。明日はですね、今まで目標としていたことをですね、ちょっと見失いがちになってしまったり、あとですね、目標が遠すぎて心がちょっと折れがちになってしまったりですね、ちょっとそういうナーバスな感情が出てきてしまいがちになりますので、はい、もう一度原点に立ち返ってですね、どうしてそういう目標を立てたのか、そして今それのために何ができるのか、もう一度、立ち返って考えてみましょう。はい、そうしますとですね、また一歩 歩いていこうという気持ちが起きてきそうですので、はい、もう一度原点に立ち返って見つめ直してみましょう。本日の三択占いは以上になります。皆様の明日がとても素敵な一日になることを心からお祈りしております。本日も誠にありがとうございました。占い館ルーチェは2022年3月21日スピリチュアル界の宇宙元旦の日にいよいよオープンを迎えました。この動画の概要欄にルーチェのホームページの URL がございますので、ぜひぜひそちらから足をお運びくださいませ。個性豊かな占い師が揃っておりますので、プロフィール欄をご覧いただきご予約をくださいますととても嬉しいです。ルーチェの鑑定はズームにて行いますので、占い師の顔を直接見てそのまま占いを受けていただくことができます。その点とてもご安心いただけるのではないかと思います。TikTok と Instagram の方も同時にオープンしておりますので、そちらの方もチェックしていただきましたらとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではまた次回。さようなら。